今回はこちらのトヨタアベンシスというモデルに、以前アクアに装着していただいたレカロエルゴメド MV というシートの移設装着模様を動画にまとめておりました。ところが途中でプラス PPL のお試しも行っていただけるということで、早速ボンネットを開けてアッパーホースにガムテープで仮止めをしているところでございます。これよりお客様と一緒にいつものコースを試運転に出かけるところでございます。皆様もご興味があればぜひご自身のお車でこのようなお試し体験走行が可能ですので、ぜひお問い合わせくださいませ。これ左？左です。はい、じゃあ歩行者かわして静かに行ってみましょう。はい、どうぞ。左自転車 OK、 頭だけ出しちゃいましょう。はい、どうぞ。くるくるくるっと、はい、ここで停止です。はい、これ前はね、こんな感じです。よいしょ、これ充填して戻る。そうそうそう、今のテストコースに行ってみましょう。お気合をよろしくお願いいたします。いいですね。やっぱ振動がちょっときますよね。きますよね。やっぱりね、もしかするとね、うん、根っこはタイヤかもしれない。タイヤを瞬時にもう理想のタイヤ、うん、今はもうこれが限界だよっていうタイヤに、瞬時に履き替えるとこうなるかもしれない。で、同じようにね、ノイズもちょっと、あ、違いますね。じゃあここでターン、うん、いっちゃいましょうか。あ、車来ちゃったね。ノイズもちょっとやっぱり外した方が上がってるかもしれない。上がってますよね、うん、あとやっぱりね、アクセルレスポンス悪くなってますよね、うん、だからアクセルレスポンス悪いから強く踏むんですよ。そうそう、で強く踏むとギュッていくわけですよね、うん、やっぱ今のところなんか全然違いますよね。ちょっとワンランク上の車に乗ったようなぐらいの違いなのかもしれない。もうなんかおっしゃってるようによくわかりますよ、うん。こういうところなんかも結構違いますよね。やっぱ高い車は静粛性が高いですね。そうですよね。うん、で振動もやっぱりソフトっていうかまろやかにするから。じゃああそこで一旦停止で右折でお願いします、はい。お付き合いありがとうございます。はい、OK です。あ、そう、ここでこれ今みたいに、ね、そうですよね、カクッとなるんです。はいはいはい、うん、そうですよね、うん、だから初めに下り坂を走ってる印象になればいいわけですよね。そうそう、どこでしたっけ。まっすぐです。2つ目の信号を過ぎたところで右折になります、ということで、ラジエーター水路に、プラス PPL の投入をさせていただき、シートの角度確定後の本固定を済ませて全ての業務が終了となりました。ということで、同様のお車でもう少し乗り心地を良くしたいというお考えの方で、シート交換と合わせてこのような業務はいかがでございましょうか。